の元大相撲力士第二十代横綱。本名は、押田乙次郎で、後に、サザエ乙松となる。梅ヶ谷と日立山の仕切り1878年に、現在でいう、富山の薬売りである、売薬商の4、男として生まれる。1891年に、西の海か次郎、剣山谷上門の一行が、 富山県へ巡業に来た際、恵まれた体格の少年を見つけた県山から、熱心な勧誘を受け、雷部屋へ入門、早くも同年1月に、初土俵を踏んだ。師匠、雷の、わしの弟子ということで、嗜名は、梅の谷だという発言で、嗜名はあっさりと決定、番付には、梅の谷おとまつと書かれた。当時はまだ満12歳という子供ながら、 英才教育を受け、とりわけ鬼が、谷才治からの指導が、特に熱心だった。その会があって三段目での単独土俵入りが許された、他、梅の谷の西木へも発売、幕下時代では早くも横綱免許授与に備えて、横綱土俵入りの稽古までしていたという、現在では全く考えられない、英才教育だった。1898年1月で新入幕を果たすと、 この場所で、小錦八十吉から金坊子を獲得した。同年、五月場所も、小錦八十吉から金坊子を獲得するなど、小錦キラーぶりを発揮した。次の1899年1月には早くも、小結、五月で関分けに昇進し、 この場所6勝2敗1分と勝ち越したものの、翌1900年1月一度小結びに降格するが、次の5月には関脇を飛び越えて、大関に昇進した。大関昇進が決定すると雷の現役名、梅方に藤太郎の継承を申し出たが、雷は、今襲名したら横綱になった時に、何を名乗るつもりだと時期焦燥を唱えた。しかし、 1902年1月から、梅方に藤太郎を襲名し、梅方にの名に恥じぬ、好成績を挙げる。1903年5月場所9日目に同じく、日立山谷上門と全勝対決を行い、敗れはしたものの、この一戦で勝利して横綱免許授与が決まった、日立山の梅方に関と一緒にお願いしますという申し出によって、梅方にも、 吉田塚酒から横綱免許を授与された。24歳6ヶ月での昇進は、当時の最年少記録だった。横綱土俵入りは雲流型を選択し、現在まで受け継がれている、雲流型の土俵入りの回祖とされ、梅型にの土俵入りの様子を撮影した映像も、現存している。現在でも、タンク肥満はあまり長持ちする体格ではないと、言われているが、 横綱を実に12年間も務め、日立山と共に、梅日立時代と呼ばれる、明治時代後期の相撲黄金時代を築き上げた。旧、両国国技館の開館後に優勝した経験はないが、長年の功績を称えられたことで、1915年の引退時には、優勝額に相当するものが贈呈された。引退後は、雷の廃業に伴い、年寄り、 雷並びに雷部屋を継承した。教会内では、引退1年後の1916年に、勝負検左役、1921年に取締りに、就任したが部屋も、衰退、仙台雷の娘である妻と離縁主権者を妻と、するなど不遇で、1926年取締りを、辞任し、仙台、雷より早い1927年9月2日に、 巡業先の富山県与田町で、心臓麻痺により死去。49歳遺没。弟子は弟弟子だった、玉椿健太郎が引き取ったものの、江戸時代から続く名門だった、雷部屋は梅刀を最後に消滅した。小結の荒若亀之助が8勝1敗とい優勝に、相当する成績を収めたため、東西勢では、番付界で高成績の者がいたら勝ち越しても、 入れ替わるように降格することがよくあった。この29年後にテルクに一万蔵が23歳4ヶ月で記録を更新した。2013年現在の記録は北の海ビンマンの21歳2ヶ月。明治の大相撲梅日立時代遺留されることを前提とした辞任の意向であったというが真相は不明。その後相談役にも処遇されず、 平良年よりに降格されたという記事もあるが、資料不足により不明である。スポーツグラフィブナンバープラスウェイプリル 2017p60 から62ありがとうございます。